皆さんこんにちは。本日はRYOGAスケーターベース B432 をご紹介させていただきます。まず楽器を持った印象なんですけれども、重さを感じさせないバランスの良さが、非常に印象的です。そのバランスの良さがどこから来ているのかというところなんですけれども、一般的なエレキベースですと、12フレットの位置にストラップピンがあることが多いです。これはネック落ちを防ぐために、こういう設計になってるんですけれども、こちらのベースは一般的なベースよりも約2フレット分こちらのアッパーホーンが短くなっています。これによって肩からストラップピンに向けてよりストラップが体に沿って、左の鎖骨あたりをストラップがしっかりとホールドする状態で安定してくれます。ほらこの通り、ネック落ちしないですし、左右に動いた時も体に吸い付くようにベースがついてきてくれます。またこちらのベースはロングスケールの34インチとミディアムスケールの32インチの中間である33インチスケールを採用しておりまして、一般的なロングスケールのベースよりも約3センチほど短いスケールになっています。ベースのスケールは短いほど手の小さい人でも指が届きやすくなる反面、弦のテンションが緩くなってしまって低音域の音が出しにくくなってしまうというデメリットが生じがちなんですけれども、こちらのベースの場合は裏通しブリッジを採用していることによって通常のロングスケール弦を使用することができます。弦のテンション感や低音の締まりというところを保ったまま弾きやすさを両立しています。実際に弾き心地も通常のロングスケールベースと大きく変わりないです。またご覧の通りペグの配列が2対2になっているので手が届きやすくチューニングしやすいのもまた魅力的です。私自身大柄な方ではないんですけれども、実際にストラップをつけて構えて音を出した時に何とも言えない安心感がありますね。続いて実際に音を出してみましょう。ピックアップは PJ タイプ、2ボリューム1トーンのパッシブ仕様という非常にシンプルなコントロールとなっています。最近は PJ タイプを使用されているベーシストの方も増えてきていると思います。音作りの幅は広いと思うので、 J-ROCK、J-POP からトラディショナルなジャンルにも幅広く対応できそうですね。実際に手に取って演奏してみないとこのベースの良さっていうのは伝わらないと思いますので、ぜひ店頭で試してみてください。ご視聴ありがとうございました。